さて次は、どんな巨大怪獣が現れるのやら。崩れゆく背を背に、背を背に、背を背にって言っちゃった。背を背にって言っちゃった。橋を背にね。崩れゆく橋を背にオートバイを走らせた。行く当てもない僕たちは、メールに従い、イベリスタワービルに向かった。なるほど。面白いですね、ほんと、このゲーム。噛むというか間違えただけだよ。柏木さん来てるかな。来てるんじゃないですか。借りたスマホを返すならここしかなさそうだもんね。例の環境保護団体、今日はレイバーまで動員して抗議してるそうですよ。お次はバトレイバーか。うちの会社が環境を破壊してるって言うんだろう。こっちは計画にのっとって動いてるだけなんだけどな。抗議したところで痛くも痒くもないですしね。まったくだ。それより早く仕事を終わらせて帰ろうぜ。おう。話今30分後イベリスタワービル展望室に出待つ。 HO、 これは柏木理沙さんから借りたスマホにさっき届いたメールだ。なんて名前だろうさ。差出人はわからない。柏木さんに会ってスマホを返そうと思い、この展望室へのエレベーターに乗っているのだが、メールが届いてからもう40分が経っている。差出人はまだ展望室で待っているのだろうか。40分経ってんだ。ところで柏木さんのスマホの画像フォルダにはいろいろなプライベートの写真が保存されているようだ。おやおやおや、柏木理沙の写真、街角にて、テニスコートにて、プールサイドにて、教室にて、プールサイドにて。おお、なんかゲットした。結構ニヤついてるぞ。あ、なんか電話来たぞ。誰からですか？さすがに電話に出るわけにはいかないな。そうだね。さて、展望室に来ましたね。ああ、カップルがいる。いや、この格好やばいな。パーカー。一気になんか、優しくなったね。はてな。なんだこれ。何の格好これ。特殊にか。やっぱ女性警官がね、インパクトがありすぎるんだよな。さて、展望台にいるやつ探そう。いらっしゃいませ。すごいな。クンシラン建設は、クンシラン建設って何ですか。宮戸県にが本社があるゼネコン会社。お、ロボットだ。パトレイバーだ。厳格なおじいさん。NHX? NKX? NKX って何ですか？環境保護団体の名称だ。あ、レイバーを使っ、わ、イチャイチャしてる。掃除してますね。申し訳ありません。どうしたんですか？ちょっと篠原くん、まだ片付けが終わらないの？お、しょぼーんってしてる。しょぼーん。空しか見えないよ。これはぐれたのかな。ねえ見て、綺麗。君の方が綺麗だよ。うわ、うわ、はっはっはっは。ああ、社長がいるんだ。じゃあさぞかし頑丈なんだろうな。いらっしゃいませ。こいつじゃないな。
いな素敵な人初めて。僕もだよ。あ、デートしてる。てか懐中電灯いつまで持ってんだ俺は。外そうか。懐中電灯外そう。よいしょ。ちょっとどうなってるのかしら。申し訳ありません。申し訳ありません。テイクアウトメニュー。サンドイッチもらいます。3個もらいますね。初めてのお買い物。イベリスタワーサンドが売り切れ。お邪魔しまーす。あ、こちらに入られた。ごめん。大丈夫ですか？イベリスタワーサンドについて尋ねる。牛カツサンドだよ。ま、さっき、最後の一つ、クラシア建設。あーはは、なるほどね。体当たりでも壊せそういない。てこれ社長かな？買ってったのは社長か？買い取りやね。よしよしよし。こいつが多分持ってんだろうな。あれ？こいつじゃないのか。あ、黒だ。黒。困ったみゃ。ナンバー2、スリリングなシナリオを書くか。この辺りを取材してるんだ。書いてほしいみゃ。もう引き受けよう。シナリオにはアクションとサスペンスとラブロマンスを盛り込んでくれみゃ。人に聞けばいいのか。アクションね。ってことはこいつのアクションか。危ないかもな。ラブロマンスの間に使えそうじゃない。好きだよ。私も。美しい。嬉しい。嬉しいか。美しいじゃなかった。すごいな。この人は？リンゴ5パック。全部キャッチ。空中におばちゃんの？すごいな。あとは？お笑いか？ねえ、見て。綺麗。君の方が綺麗だよ。君の方が綺麗だよ。だってさ。かっこつけちゃって。かっこつけちゃって。申し訳ありません。これかな。ドジっ子だな、こいつ。聞き耳を立てよう。123456番。なるほど。いいんですか？いえ、結構ですと断る。無視よ。あ、飲み干したぞ。実は私、その近くでスキマ荘を経営してて。ああ、そうなんですね。6000万でどうですか？え？さっき湾岸エリアの向こうの桜区の方で、巨大生物が街を破壊してったって話。そうなんだ。これ買ったらどうなんだろう？なんだかかわいそうだし。いやー、やめようやめよう。もったいない気がする。こんなことで6000万を使うのはもったいない。僕もだよ。僕もだよ。実は彼女は僕の両親が持っている土地を奪おうとして、僕に近づいてきているんだ。彼女は僕にバレていることに気づいていない。僕は知っているんだ。なぜなら、僕の兄さんを騙したのが彼女だからね。なんと。恐ろしいな、おい。悪女だな、悪女。皆さん気をつけましょう。どうなってんのかしら。申し訳ありません。もうハム卵サンドじゃ。こいつかな。あ、そうだ、スカイブリッジで思い出せら。いや、どうだろうと。
中川さん合ってるこれ。あの中川のりおさんですか。のりおさんですか。はい、そうですが、どうして私の名前を。一条さんと桜子さんという二人から、娘さんからね、今日は来れないということを伝えに来ました。いや、もう会えないのかな。そうですか、わざわざすみません。それで二人は今どこに。電話をしても出ないんだが。申し訳ない。さっきスカイガーデンブリッジという橋が崩落したのはご存知ですか。ええ、ニュースで見ましたが。まさかあの橋を通る電車に乗ってくると言っていたが、もしかして桜子は。重々しくうなずく。包み隠さず言う。この雰囲気で自分が何かを言うのは嫌なので、ユキに返事をするよう目くばせする。いや、そんな最低なことはしたくないな。指包み隠さず言おう。おそらく橋の崩落に巻き込まれて命を落としたと思います。申し訳ない。預かってるゲームソフト渡そう。ね、一条さんから預かった。これは一条くんが作ったゲーム。ご存知なんですか。知ってたの。彼がどんな男かわからなかったからね。彼が携わったゲームは全部遊んでみたよ。そうだったんだ。妻の美佐子を亡くしてからずっと幼い桜子を男で一つで育て上げたんだ。そのせいで桜子にも不自由な思いをさせてしまった。だから桜子には必ず幸せになってほしかった。もちろんこれも遊んだよ。でも何一つ面白いと思わなかった。なるほどね。しかしああいう世界を作るのは大変だろうな。技術と情熱がなければとても作れないものだろう。一条くんが桜子の結婚相手にふさわしいことは分かった。桜子の見る目が正しいことも分かった。分かっていなかったのは私だけだったのか。とにかく桜子に幸せになってほしかったんだ。それだけだったのに。私を説得するために今日ここに来ようとしなければ、こんなことにならなかったのか。マジか。なんか助けられたルートとかないのかな。とにかくあげます。失礼は承知でゲームソフトを売ってもらえないか。中川さんもうそのゲーム遊んだんですよ。だからお前さあ選んでみよう。あ、怒られちゃった。ごめんね。すいません。聞かなかったことにしてください。いや、デリカシーねえな、この主人公。ちょっと、どうなってんのかしら。あ、メール来た。至急。おい。階段を登ったところにいるぞ。あ、なんか走ってきてるぞ。ああ。うん、こいつ。って。どこ行くの？守備はどうだ？ん？守備はどうだって言ってんな。かっこいい声で。すごいな。クロー、待たせたな。持ってきたぞ。
はい、どうぞ、シナリオでーす。ゴーストライター。エンディングにシナリオライターとして載せてみる夢。黒のコスチューム。ありがとう。黒のコスチュームだって。ちょっと見てみるか。おお、黒がついてる。尻尾生えてる。これにする？お、写真だ。水着ですね。絶対絶命都市、2、1。これがね、なんだかよくわからん。まあ、この服に変わるインパクトがないので、これにしておきましょう。さて、守備はどうだ？守備はどうだ？俺が聞きたいな。ターゲットは20階の金庫の中だ。間違いなよ。おい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 。こいつは、なんかしようとしてんな。お、大塚さんじゃないですか。どうも。お久しぶりでございます。おい、いつまで待たせるんだ？は？メールが届いてない。あ、大塚のことか。一応って。はい。それよりだ。地下鉄の記事読んだぞ。お前も異変を追っているんだろう。もしかしてあの二人は、付き合ってんのか？確かでかいのに狙われてた。そうです。知り合いがいたんだな。知り合いです。話ってのは、俺が持ってる情報を売ってやろうと思ったな。いらない？そうかい、わかったよ。何の情報？何の情報か気になりますね。彼女とデートか？そうです。彼女とデートです。はい。彼女とデートに来たんです。はい。彼女とデートに来たんです。いや、この格好でデートし、室に来るのやばいだろ。メールを見てきたんです。あ、話がある。いや、デート、デート。30分後、イベリスタワービル展望室にて待つって。おお、それは俺が柏木に送ったメールだ。なんでお前さんがそれを知ってるんだ。携帯もらったんですよ。大塚さんにここまでの経緯を話した。柏木理沙さんと会ったこと、さまざまな異変にあったこと。そう、やばい。なるほどね。赤の他人にスマホを貸すなんて面倒なことするな。それで俺のメールが柏木に届かなかったってことが。そうですね。それは仕方ないと思います。はい。柏木さんと知り合いなんですか？柏木さんにどんな用事だったんですか？柏木さんにどんな用事だったんですか？あいつに記事ネタを高く売りつけようと思ってな。記事ネタ？いらないって言われちまったけどな。おいくらですか？あ、どうしてこんな。まずいまずいまずい。あれ、藤原さんは？あいつらに目をつけられるようなことでもしたのか？そりゃまずいな。かなり物騒な連中だぞ。もう引かん。お願いです、助けてください。お願いです、助けてください。おお、いいぜ。お、じゃあ、じゃあ、お金か？金だよ。命を助けてもらおうってのも、ただなんて虫が良すぎるだろう。はいはい、払います、払います。10万に負けてやる。払うのか払わないのか。払います、払います。いましたよ、上の階です。払いますから、なんとかしてください。よっと、金は後だ。一旦七草を預かっておく。あ、なんか、あ、ブブブブブレストレット。俺が奴らの注意を引きつけといてやろう。ユキちゃんのブレストレット。早くエレベーターまで逃げろ。返せ俺の七草は。次会った時に金を払えば返してやる。もたもたしてると流しちまうぞ。ちょっと、ユキちゃんのブレスレット。俺のなんだけど。逃げるぞ。お、止めてくれてる。逃げられると思うなよ。おい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 。全然止めてねえじゃねえかよ。何なんだ？あぶねえ。蹴ってきたぞこいつ。エレベーターに向かうぜ。行くぞ、ユキちゃん。行くぜ。入るぞ。よし。閉めろ、閉めろ。
閉めろ閉めろ。おお、ナイスナイス。危ないね。助かった。なんかさ、後ろに飛んでるやつがいたよね。おっと、やばい、エレベーターが止まるのはやばい。止まったの？止まりましたね。閉じ込められて、ポスターを見る。よく調べてみる。額縁の裏に何かが、紙が挟まって、1万円、おお、やった。こんなとこで1万円ゲットしたぜ。ボタンをよく調べてみよう。非常ボタンを押してみよう。うん。あ、もう電源が落ちたのか。エレベーターのドアだ。特殊能力を使う。よし、特殊能力使おう。はは、何してんの。お、動いた動いた。なんだよ。特殊能力はいつでも使えるのか、お前。ドアを叩くのはやばそうだな。力ずくで開けてみよう。開かなそう。大声出してみ、大声出してみよう。助けてくれ。誰かいませんか？エレベーターの中にいます。開けてください。開けてくれ。頼むから。誰もいない。あ、監視カメラだ。僕たちの仲がいいところを見せつけよう、ゆきさん。おっと。おお、嫌がられて、拒否られた。言って、痛いことするなぁ。手振ってみよう、手振ってみよう。手を振ってみよう。助けて。反応がない。反応がないってよ。指を指してポーズを決めよう。何やってるんですか、あなた。何してるのって言われてるし。じゃあどこだろうな。上？やっぱドアバンバンバンかな。ドア限り、力の限り叩く。めっちゃ叩いてる。反応はないな。閉会ボタンを押してみよう。開閉ボタンだって。はぁ、閉じ込められたな。全部試したしな。困ったわね。もう少しエレベーターの中を話す。ちょっとユキさんと話してみようか。ああ、これか。落ち着いて救助待つ。閉じ込められてから10分後。救助の人来ないな。そんなことよりお腹が空いたよ。これあげる。おお、ゆで卵。お前、坂東英二か。閉じ込められてから20分後。お、治った、非常ベル。パンツ見えるぞ、その格好。お、助けに来てくれてる？大丈夫ですか？救助に来ました。あ、ありがとう。こちらへ。ありがとうございます。助かりました。ここは20階の上のトラス階だな。
まだ火の手は来ていないようだ。え、燃え上がってんの、もしかして。このビルは火災が発生しています。火元は不明ですが、現在消防レイバーで消火活動を行っています。消防レイバー、あなたたちも早く建物の外に避難してください。北東の角に20階に降りられる階段があるはずです。ありがとうございます。それでは私は他の人を救助しに行きますので。ありがとうございます、助かりました。ああ、上行った、走ってんね。緊急放送、おっとっとっと、緊急放送、何ですか。しまった、懐中電灯が。いいから早く逃げよう、俺についてこい。懐中電灯俺持ってるけどな。お、 TK さんお疲れさんです。どいつもこいつも。エレベーターは使用できません。非常口の案内に従い。ああ、徳島さん、ブス島さんかな。体力回復します、回復しましょう。何かあるようだが暗くてよく見えない。こういう時こそ懐中電灯。懐中電灯2個目ゲットできるってこと？工具箱だ。懐中電灯なくすのかな？お邪魔しますよ。懐中電灯もう1個もらっとこう。懐中電灯が落ちてるけど拾えはしない。よし、行こう行こう。あれだけ拾おう。メダルゲッチュー。行くぞ、ゆきちゃん。ゴー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 。おっと、なんだ？燃えてんのか？おい、おい、おい、おい。大丈夫ですか？爆発音。おわっと、なんで壊れた。おっと、このままターゲットの奥まで移動を開始します。ええ、こいつら悪もん。なんだお前たちは。ああ、ゆきちゃんが。私のことはいいから先に逃げて。よくねえよ、よくねえよ。ゆきちゃんを離せ、ゆきちゃんを離せ。俺ターゲットいない。ああ、捕まってしまった。ゲームオーバー。カウントイン、イエス。ああ、こんな感じになるのか。初めてゲームオーバーになったな。どうしよう、ユキちゃんが捕まってしまうのか、これは困るな。今だ。登れた、登れた。どこに行った、出てこい。隙間を通る。今だ、今だ。まだユキさんが捕まったままだ。いや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 、ユキさんを離せ離せ。ユキさんを離せ。時間だ。こんなことをしている場合じゃない。ターゲット。おお。何してんだ、何してんの。なんだなんだ。ターゲットを回収します。はい。ターゲットを回収します。おい、ユキさんを離せ。あ、金庫か。ターゲットを発見しました。ターゲットを回収します。おいおいおい、はい、人質を解放し合流地点に向かいます。ちゃんと返したな。まあいいだろう。ダメだ。誰だ君。示談報告書。大丈夫ユキさん、急いでユキさん起こそう。いやー、よかったよかった。ユキさんが無事で大丈夫でしたね。
なんかゲット。他はなんかあるか。どうなってんだ。どうなってんだ。天井が崩れてレイバーが入ってきたんだ。確かにテロリストだな、これは。燃えてるな、おい。逃げるぞ。命が惜しいなら逃げるんだ。ああ、これが消防レイバーか。放水します。離れてください。あ、離れます。はい、すいません、すいません。離れよ、レイちゃん。レイちゃんじゃない、ユキちゃん。あ、すいません、こっちも放水してくれませんかね。ありがとうございます。役立ってんね、消防レイバー。戦闘能力あるのかな。何してんの、挟まってんの。どう、通路に詰まってんだけど。ドアを調べる。鍵がかかっている。これ壊してくんねえかな。おっとっと、早くしろよ。ここ開けたらダメだって絶対。ここ開けたらダメなような気がする。南東の階段だってさ。南東の階段に行こう。南東の階段。あれ、崩れてる。おい、バトレイバー。バトレイバーじゃない、消防レイバー。あ、鍵、鍵。どうなってるんだ。鍵持ってたんだね。なんかないかな。どうした、大丈夫か。クラシ、クンシラン建設はおしまいだ。報告書なら廊下に落ちてましたよ。バカだ。頑張るね。徳島さん、ブス島さん、どっちか。なんか嫌な予感がするぜ。はっ、おい、おいおいおい、またか。隠れろ。奴らです。隠れるぞ。見つかってないか今。電気はつかない。うわ、銃持ってる。こいつはしつこいなぁ。息をじっと潜め、隠れている。息をじっと潜めているが、なんだかくしゃみが出せそうだ。いや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 。ここにいるぞ、と出ていこうとする。ここにいる。止められた。止められた。ん？そこにいるんだな。出てこい。いませんよ。3つ数えるまでに出てこい。出てこなければ分かってるな。 どこに行ってんの。 3 2。 いや、多分違うやつに行ってる気がすんな。何これ。めっちゃ選択肢多いな。追跡者がどこへ行ってしまうか、しまうようにねじってみる。一か八か猫の鳴き真似をして切り抜ける。鶏ナイフ、狼、つくつく方針。お湯が沸いた薬缶のモノマネをしてに切り抜ける。おい、どんだけあんだよ。何これ。渦巻きヘラクレスカメレオンの鳴き真似をして切り抜ける。一か八か、どういうこっちゃ。薬缶のモノマネしよう。薬缶のモノマネ。ははは。ははは。やばい。お湯が沸いた薬缶か。おい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 。おいおい、ルト、何遊んでるんだ。それで通用するんかい。すいません。いや、こいつバカだろ。モヒカンバカだろ、マジで。なんだ、お湯の沸いたやかんかって。いやいやいや、そんなもんここにあるわけないじゃん。何してるんですか。しまった、やかんに火をかけたままだったが。いや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 、あなたも騙されてるんですか。そんなことないですよ。選択肢多すぎ、わろた。お、なになに？君、まあ、女子トイレから出てきましたね。むふ、かなちゃんはどこかな？しまった！こっちは女子トイレだ。
よし、予定通りだな。あ、さっきのやつだ。うわ、また来た。お前はさっきの。あ、ごめんなさい。落としちまった。あ、落としちゃったね。人の階か。痛い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 。ちょ、トイレだけ入ってこ。ちょ、トイレ行ってきまーす。トイレの中には花子さんはいない。よし、行こう行こう行こう。国会はバトレイバー。19階の、あ、ここだね。もういっぱいいる。上は行けるのか、これ。そっちは上の階よ。ビルに残っている方は19階西側にお集まりください。19階西側。19階。子供の声がする。あ、大丈夫大丈夫か。あの子、今助けるぞ。大丈夫大丈夫か。ユキお姉ちゃん、やっと見つけた。やっぱり生きてたんだね。お姉ちゃん、どういうこと。私がそうやってとぼけるところとか、やっぱりお姉ちゃんだ。よかった。え、この子のお姉さんユキさんとそっくりなの。トマト、この子のお姉さんユキさんと前まで同じなんだ。妹なんていなくねえか。ユキさんに妹なんていたっけな。どうなんですか。そんな話聞いたことないな。それにしても名前まで同じなんだ。隠し事か。みんなはお姉ちゃんが死んじゃったっていうの。ひどいよね。美穂ずっとお姉ちゃんを探してたんだよ。この高いビルの上からなら遠くまで見えるでしょ。だからお姉ちゃんを見つけられると思って来てたんだ。どういうこと。ごめんね、心配させちゃったね。そうだ、お父さんに会いに行こうよ。まだ病院に入院してるの。どういうことだってばよ。幻想でも見てんのか。この子のお姉さんのふりをするわ。ここを出るまでちょっとでも安心させておきましょう。そうですね。今はこの建物から出ましょう。出ましょう。緊急放送、緊急放送。おっと、イケメンだな。子供。あ、またいる。あれ、ビルに残っている方は、いいやつだった。安全な場所？下敷きになっちゃったね。金庫。青いレイバー。金庫を支えてる。大変だな。悪いな。金庫の中身。え？いかにも重要そうな革の書類ケースを取る。思わず唾を飲むような分厚い札束を取る。あ、なんか宝くじがさ、なんか言ってたよね。週刊共栄を取る。宝くじが当たるとか当たらないとか言ってたよね。連番で買ってたらな。1234566でしょ。ええー、忘れちゃったな。誰か思い出してる、思い出す人いないかな。どれだ。どれだろう。高級そうな黒光りした印鑑ケース。港銀行の通帳を取る。金に目がくらむのか、革の書類ケースを取るとか。宝くじ、通帳を取ったとしてもな、暗証番号ないと取れないしな。札束取ろう。100万円ゲッチュ。あと2回くらいは取れるかもしれない。あと2回くらいか。じゃあ革の書類ケースは取っておこう。これなんか役に立つからな、絶対。もう一回取ったら落ちそうだ。
あえてボロボロな雑誌を取る。迷うな、これ。重要そうな通帳取っとこう。この通帳があれば、お金を引き出すことができるかもしれない。おお、落ちてった。よし、大丈夫、大丈夫。暗証番号が分かれば、お金を引き出せると。いうことだな。なるほど。お、セーブポイントだ。セーブしておこう。このゲーム選択肢多いね。行きますか。机の上を見る。よし、行こう行こう行こう。ここはいけない。ということは、ここか？違うな。燃えてんな。西側。こっちだ。どっちだ。燃えてます、燃えてます。特殊2か。そこの地図に消火器の場所が書いてあるはずだ。現在地消火器。ああ、なるほど。消火器はこっちかな？あ、でも入れないのか。入れないんだったら、こう回っていくしかないよな。おっと、ねえ。どうしよう、どうしよう。隙間を調べる。探し物頼めましょう。消火器、消火器。お願いします。ここで待っててね。美穂すぐに探してくるから。お願いします。あまりひどく崩れているわけではないみたいだけど。いや、気をつけろよ、マジで。本当に大丈夫？物を探すぐらい平気だよ。お姉ちゃんは心配性だな。大丈夫か、この子。ところで、消火器ってどんなもの？消火器は、赤くて、赤くて、重くて、赤くて、重くて、情熱的なものだよ。美味しそうなものだよ。ピカ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 したものだな。赤くて、重くて、ピカピカしたものだよ。赤くて、重くて、ピカピカしたものだね。なんか違うの持ってきそうだな。わかった。じゃあちょっと待っててね。さて、取ってこい。ゴー。待ってればいいのかな。どうしようかな。美穂の様子を覗いてみよう。もう少し様子を見る。もう少し辺りを探す。お、見つけた？覗いてみよう。お、あった。持ってこれるか？大丈夫？重かったよ。ああ、ありがとう。チャイナドレスだって。おお。てかさ、キャラクターまた新たな服をゲットしてしまったな。うわ、やばい。やばいやばい。見た目がどんどん気持ち悪くなっていくんだが。行こう行こう。四角で発射。あ、消火器は装備しないとダメなのね。いや、この子に装備させたいんですけどね。
やばいなこれ。アイテム消火器よし持った。変態じゃねえかよマジで。いくぞー。てか主人公意外に筋肉ごついんだよな。よし OK、 消火器が空になってしまった。あー燃えてるけど行っちゃうよ。大丈夫？ほう、報告書報告書。一生懸命働き、今では社員は515人。汚いこともやってきたんだ。なるほどね。それがどうだ、社員は私を見捨てて、私は今ここに打ち捨てられている。今からやり直せばいいと励まし、報告書を渡す。渡そう。お金が欲しいな。暗証番号教えて。あれ？何も言ってくんねえわ。まあ、いっか。お。逃げられると思うなよ。また来たー。逃げるぞ。逃がすか。どこ行けばいいんだ。うわーおー。なんか来た、なんか来た、なんか来た。バトレイバーが来た。かっけえな、バトレイバー。助かったか。おお助かった。いや変態がいる、変態がいる、変態がいるぞ。子供連れだということで先に地上に降ろしてくれるという。おお助かったな。じゃあなモヒカン。追跡者の二人に手を振ってバイバイする。手を振ろう。挑発してんな。バイバーイ。こんな変態追いかけるもんじゃないよ。あ、柏木さんからだ。出てみよう出てみよう。もしもし。あ、元気みたいね。ねえ、あなたに貸したスマホにメールが来たでしょ。はい、来ました。気にしないでいいからね。また同じ差出人から来ても無視してるから。もうその人に会ったんだけどね。そのスマホの画像フォルダ勝手に見ないでね。人に貸すなんて思ってなかったから。お願いね。それじゃ。てかこの人女装の趣味があるんじゃ。女装じゃない、コスプレだ。お姉ちゃん入院してる病院に行こうよ。お姉ちゃん生きてるでしょって合わせてあげたいし。病院か。行った方がいいのかね。行こうか。勝利よ。やばい、一人変態がいるわ。この格好はやばいな。よし、忍び込む奪う、忍び込み奪うかけ。ステージ4クリア。やりました。ステージ4クリアしましたね。消防レーバー詰まる。だって。てか天気雨ばっかだな。さて。次行きましょう。ログアウト。次のステージに行きましょう。次のステージレッツゴー。